おはようございます。5月26日、9時46分、モーニングショットをお届けしたいと思います。まずはじめに本日のイメージですけれども、あんまりクリアではないですが、ドル円に関してはやはり買いから入ってみたいと思います。107円の5545があったら買ってみて、ストップ7の20で、利食いは107円の95から108円バサミぐらいをイメージをしました。上値も重たいですけれども、下がらないので、やっぱり一回なんか上値を突っかけるかなというイメージがあるんですね。本当に打診買いするんだったら60近辺なのかもしれませんが、とりあえず中値見て、中値まではそんなに下がってこないと思いますけど、その後下がってくるようでしたら、50近辺を、押しを買ってみようかなというふうに思いました。ユーロドル 1.093545 引き付けて売りから、ストップ 1.0975 に置いて、1.084030 で買い戻しのイメージです。ユーロ円ちょっと深いんですけれども、117円の05、6円の95で買いを、ストップロス116の70に置いて、117円台7585で利食いをイメージをしました。ポンド円ですが、131円2515で買い、130円の90でストップ、131円の6575で利食いのイメージをしたんですが、あんまり自信があるわけでもなくて、今日差し値ちょっとあまり入れたくないなというふうに思いました。今もすでに131円の60突っかけてますけれども、追いかけて買うつもりは全くないです。OG 円70円の2010で買いから、ストップ69円の90に置いて、70円の10、利食いはですね、70円台ですね、ちょっと待ってくださいね、利食いは71円の、1020でイメージです。すいません、70円2010で買い、ストップ69の90で、利食いは71の1020で、ニュージー円も65円の4030で買い、ストップ65円ちょうどに置いて、66円台1020で利食いをイメージしました。あんまり今日大きく動くような感じがしないので、スロースタートでいきたいなというふうに考えております。それでは本日もよろしくどうぞお願い申し上げます。モーニングショットこれで終了です。